さんとディヤマさんだわ。何このかわいいだわ。ありがとうございます。いやありがとう。ありがとうね。いやーいたわ。ね、本当に素敵な生誕祭を開いていただいてありがとうございます。そう、しかもあのリリカがお手紙書いてくれた。うれぴー、ありがとうございます。リリカあ、メセカも、そう、あのそうなんです、あのすごいつまらないもので申し訳ないんですけれども、あの劇場に来てくださった方へちょっとしたプレゼントとして書かせていただきました。でね、あの配信で見て DMM で見てくださっていた方には渡せなくて申し訳ない。心のメッセージカードを渡しておきますありがとうね。そう、リリカのお手紙本当にすごいすごい泣きました実はねえ、本当にありがとう。え、ちょっと待って、これは今から、せーの、じゃらーん、あー、今日いただいた花冠を早速持って帰ってきましたなので今日はちょっとこれをつけて、ね、めっちゃかわいい、本当にありがとう。すっごい、ね、これさ画面で伝わる伝わる伝わる、ほらすごいね、キラキラするの。これ反射色でこうね、緑にも見えるし、そう、オーロラみたい、本当にめっちゃ綺麗で、たくさんね写真も撮ってもらったのでまた載せたいと思います。ねえ、めっちゃありがとう。にゃーん、そこにね、布みたい。おい、ちょっと待って、これはこれはもしや佐藤大塚さん、くまたわ、ありがとうございます。ねえ、ごめん、めっちゃ見失うとこだった。ありがとう大塚さん、たわ。え、今はパリピなんですね。パリピタワーがいっぱいありがとうございました。そう、最初のさ、あのなんだっけ、自己紹介した時に安曇野の水も滴るいい女がめっちゃウケた最高、みんな面白い。なんか一瞬何書いてあるか分かんなくて、何これ安曇野って思った。安曇野の水も滴るいい女、最高です、みんな。あ、待って、これさ五七五になってんの。安曇野の水も滴るいい女、キョロラン最高、みんな大好きだよごめん今気づいた、五七五ありがとう。え、しかもね、あ、ごめん、そう、冒頭4曲からすんごいあの汗かいたし、確かに生誕ハッシュタグも五七五だわえ、純飯さん、タワーありがとう。パリピクマタワーありがとうございます、嬉しい。そう、あとね、あのディスプレイも見させていただきまして、ねえ、いっちゃんこうちゃんがいっぱいいて嬉しかっためっちゃかわいい。いっちゃんこうちゃん本物高音なんだけど、あのミニチュアになって高音なあのいっちゃんこうちゃんがいて、そう、めっちゃ本当にあのディスプレイを見た瞬間、いっちゃんこうちゃんがいるって一瞬で見つけました、ありがとうございますいけなかったけど大丈夫、ありがとう。もうその気持ちがすごく嬉しいです、ありがとうございます。いや、めちゃめちゃ可愛かった。そう、横断幕にも行ったんです、いっちゃんこうちゃん。そう、ディスプレイはねまだ持って帰れなくて、一段落、そう、このねスタッフさんとか劇場のスタッフさんが一旦お片付けをしてくださるので、その後にあの絶対に必ずもう 100%200% 持って帰ります
もう何が何でも持って帰ります。そう、今日はあのお花たちと、そうお花たちも全部あの、そうちょっとね、あの本当にすっごい、もうめちゃくちゃ今一人一人にお礼を言いたいくらいなんですけど、ダメなので本当にあの素敵なお花をたくさん本当にありがとうございます。今ちょうどね両親がいまして、もうお花を全部持って帰らせていただきました。お花屋さん開けます今本当にありがとう、素敵な花。そう、私すごいお花が大好きだから、お花をいただけるのも嬉しいし、こうやって生誕祭とかでいろんな花冠だったりスタンドフラワーだったりとか、お花に囲まれて幸せです。ありがとうございます。そう、フォーク一本残さずに、もちろん、なんかさめっちゃ細かかった、なんかもちもぐさんの、あのもちもぐを模してあるのかな、大判焼きみたいなやつとか、なんかあスイーツ部だろうなっていうやつとか、そうめちゃくちゃあのたくさんね、あごめんね、後ろ裏でね、あのパパとか今ねご飯食べてたのあみちゃん、そうめっちゃ細かいところまでありがとうね、すごく嬉しかった。たくさん写真も撮りました。もちゃんまだご飯食べてないです、あの帰ってきて今、あのね公演終わってちょこっと特典会をさせていただいて、その後みんなでお写真をたくさん撮らせていただいたので、本当についさっきだったんです、帰ってきてすぐ始めましたそう、ありがとう、これ配信終わったらご飯食べたいと思いますね。なんかあの公演始まる前も今もなのかな、あの皆さんで集まってご飯を食べてらっしゃる投稿をお見かけして、いいな、もえもえ行こうかなと思いました本人登場、まさかの、うわ牛タンいいね、ね本当にチェキとかサイン会もありがとうございましたね、本当にスイスイ緊張してた、わかる、ユニット2回戦目始まるめっちゃ可愛かった。そうスイスイも進行してくれてありがとうって感じ、それでちょっと緊張してたのかな、そうなんかスイスイにしては珍しいと思って、落ち着いてね大丈夫だよって思ってたけど、もしかしてこれ考えててくれたのかな、でもめっちゃ可愛かったのでオッケー、いや本当にもう一回やりましたそうメンバーの皆さんも X とかインスタにそうすごい載せてくださってるよね。なんかさ最初あのそう花かむりかわいい、ありがとうね、本当にありがとう。今日 X 投稿したいんですけど、ちょっとできるかな、なんかこの後写真最初から考えなきゃいけない写真一つ、何も自分の携帯にほぼ入ってなくて、みんなが撮ってくれたのを今大量にいただいていて、まず選別作業から始まるんですねなんかちゃんと投稿したいからさ、すごいとってもとっても時間がかかるかもしれなくて、ちょっと最悪明日の朝になっちゃうかもしれない、ごめんね、なんか適当に写真選んでポンって投稿したくなくて、そうたくさんね撮ってくれたから、せっかくだからすごいいい写真をね選別したいな、ごめんね、明日の朝になるかもしれない、ありがとうございます。ぜひ気長に待っていただけると嬉しいです
やそれにしても本当にねありがとう、みんな優しい、本当に本当にね、もう幸せすぎて幸せすぎてどうしよう。え待って、この子見せたい。シュシュ投げる、え分かる、シュシュうまく投げれたよね。あなんかこうすればいいか、なんかちょっと違うかなえ分かる、シュシュめっちゃうまく投げれた。なんかあの今日だけは失敗できないと思ってシュシュをこう投げるの、フリスビーみたいにがいいって教えてもらったから、そうだからちょっとシュシュを投げてみます。でも本当にあのあれね、イントロで3つつけなきゃいけないってちゃんと分かってたし、でもなんかそれいけるだろうと思っちゃったの。でもめっちゃ焦ってはいたけど、チャンチャンチャンでこう始まった瞬間に猛ダッシュして取りに行ったんだけど、すっごいつけれなくて、あの最初のこの決めポーズができないっていう肝心のこれができなくて、やばーいとか言ってギリギリダメでしたここのこの最初の手の上げるのもできなかった。そう足だけバタバタしてて、ちょっと頑張って3つつけて、面白かった、見返すの楽しみ、絶対焦ってつけないつけないなんかあのギリギリアウトなところが絶対に映っているのでワンテンポ遅れて、わかる、ワンテンポ遅れた人になってるよね絶対。おグッチさん、タワーありがとうございます。チェケラチェケラチョタワーチェケラチョクマタワーありがとう。えそう、私にしてはすごいうまく飛んだと思います。本当にあとはね、あと何話そうとしたっけかね、そうあとごめんね、頭4曲であんなに汗かいちゃってあの私さすごい緊張してて、なんかめっちゃ緊張してて、頭私初めて、いつもはあの別終わった後にこう汗がタラタラ出てくるんですけど、踊ってる最中頭4曲中そのタラタラ出てくることないんですけど、なんかもうねてんてんてん涙、僕涙が終わった瞬間にブワーって出てきちゃって、うわやばいこれはやばいと思って滝汗かいてました。でもその分生誕祭で髪の毛崩したくないから適当に踊るみたいなことを一切せずに、私はもうもう私は全力で私の全力のパフォーマンスを見てもらおうっていう心意気で行ったので、それが顕著に現れすぎていたのかもしれません本当に面白いよね、まさかの。あの私は絶対に髪の毛前髪いつもの2倍くらいスプレーはしていったんですよ。でもいや私は前髪をなくしてでも全体に 120% のパフォーマンスで生誕祭を迎えるんだって思ったらちょっと迎えすぎちゃいましたあの私が想像していた以上に汗をかいて申し訳ない。頭4曲でこれはさすがに恥ずかしかったけど、昨日のティフと同じくらい汗かいた、マジで同じくらい、本当に顔中が水浸しっていう感じだったんですけど、そうでもね本当にありがたいことに完売させていただいて、そうなんかちらっとスタッフさんにお聞きしたところ、なんと最初の発見の時にから実はそう完売していたらしくて、なんか私てっきりX の投稿とかメールチャットの返信とかで当選したよっていうお言葉をいただいていたから、あみんな当選できたのかな、やったーとかって思っていたら、なんと静かにあの落選してしまった方がいらっしゃったみたいで、ごめんね私何も心ない言葉になっちゃってた、ごめんね
みんな嬉しい言葉がいっぱいで嬉しいってなんか考えずに言っちゃってて、でもありがとう、刀剣で来てくださった方もたくさんいらっしゃってありがとうございます。いや嬉しいね。そう、時も遅くかもね。もう皆さんのおかげです、本当にありがとうございます。いやありがたいね本当に。汗かいてこそ本当に。ビンゴゲーム字が書いてある紙は、え、そう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 、あのあのですね今日の生誕祭の夜声の最後の DMM のコメントまで絶対に見てください。マジであれは見ないと、私の見ないとダメ見て、あのアーカイブ本編は見なくていいくらいいや見てほしいけど、本編もアンコールも見てほしいけど、でもそこをすっ飛ばしてでも見てほしいのがそのコメントね、お願い、ね、私の努力を報われてね、振り返り配信とかしたいね。ちょっとね、今後のねスケジュールもちょっと兼ねて、兼ね合いも見つつできる時にできればなと思ったけど、ちょっとまだどうなるかわからないんですけど、できればしたいね。あ、メセカもね、ありがとうね。うん、いけなく、東京からずっと応援してます、ありがとう、これからもよろしくねありがとう。ヒヒーンってなった甲斐がありました。いや本当にヒヒーンってなったけど、え、そう、メセカはね、なんかちょっとこだわりを持ちまして、いやごめんね、すごいなんか雑な構成にはなっちゃってたかもしれないけど、23種類くらいあるはず、同じメッセージを書く10枚ずつしかないと思うのでぜひもう皆さんで集めて全種類何が書いてあるでしょうかとか見てみて。私ね、え、なんかでもメセカね23種類とかってなんか豪語してるけど、なんかみんなに伝えたいことをなんかこう考えていたらめっちゃポンポン出てきて、そう、なんか本当に書いてあること、今回書かせて、メセカに書かせていただいた言葉は本当に皆さんにお伝えしたいって思った言葉たちを書き並べたのでそう、だから一枚何一つとしてこう本心じゃないことは書いてないし本当に私が皆さんに伝わったらいいなって思う気持ちを集めたので、ギュギュッと23個の言葉にしてみたので、はい、ありがとうね。いや本当に素敵な生誕祭。そう、なんかいつも、いや本当にこれなんかやっぱ綺麗事言ってる人になっちゃったら本当に申し訳ない、もう基本綺麗事かもしれないけど本当に私本心で、あのいつもねこうやってこの生誕祭ももちろんなんだけど、普段から本当に、いや本当に意味わからないくらい意味わからないくらい私のことを応援してくださる皆さんって本当にあったかいんですよ。なんか本当に自慢、大自慢、私の人生において大自慢できる、したい、し続けることなんですけど、皆さんが本当に温かくて優しくて、もう意味わかんないぐらいみんな優しいんですよ本当に意味わかんないぐらい優しくて、なんかそれをどう感謝の気持ちを伝えられるかがわからなくて、どうしたらいいだろうって、本当に多分、いや私が思ってる半分くらいしかみんなにまだ伝わってない気しかしなくて、もうもっと伝えたいの私は、本当にもうみんなにたくさん幸せにしてもらってて、それの恩返しも幸せ返しもめっちゃしたいの。
て、なんかまずなんかできないかな、とりあえずセーター祭でと思って、でその結果やっぱ去年も書かせてもらったし、今年もメセカっていう形に残るね記念品みたいな、もうささやかすぎるしつまらなさすぎるんですけど、でもなんかこう形に残る何かがあってもいいかなとかって思って、そうやってしてみました。お祝いしに行ったのにこちらまでしよう、何をおっしゃいますやら、それが私の本業ですから。ありがとう。逆にね、萌えがいつもねみんなに幸せにしてもらってるからね、本当にそうなの。本当は私がみんなを幸せにするのに、しなきゃいけないのに、いつもねみんなに幸せにしてもらってばっかりだからね。そうだからもう本当にみんなありがとう。この幸せにしてもらっているこの幸せを100倍200倍にしてお返しできるようにこれからも頑張ろうと思います。嬉しい、ありがとうね。なんかうまく感謝伝えられてるのかな、え、めっちゃ不安、どうしよう。なんかでも本当にいい言葉が見つからないくらい、ありがとうっていう言葉じゃ足りないくらい本当に感謝してて、なんかどうすればいいんだろう、わかんない、なんか言葉にはできない。ありがとうなんですけど、本当にふざけないで、私本当にそれくらい本当に感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。これからも、そう今日生誕祭のスピーチでちょっと頑張って、いや泣きそうになって頑張ってふって抑えてたんですけど、さあちょっと改めてね、私の最近より強く思うようになった目標とか決意っていうのを話したので、その夢も目標も掴めるように、また皆さんとここから新たなスタートダッシュということで、これから頑張っていきたいなって思うので、これからもこんな私ですが温かい応援をどうかよろしくお願いします。ありがとうね、本当に。でもこうやって目標ができるっていうのも、いつもみんなが応援してくれてるからこそ次のステップに行けるってさ、そういうことなんですよ。なんか次の目標が見つかるってことは、今自分でこう着実に、なんていうんだ、一歩ずつ進めていけるみたいな、いけてるっていうのがあるから目標って持てるのであって、こう一歩ずつ進めてるって思えるのもみんなのおかげなんです。本当にありがとうございます。そう、あと今日めっちゃ幸せ、え待って、やばい、え待って、もう11時あ、やばい、待って、メール書いてない、メール書いてない、メール書いてない、メールか、メール、メール、今日ね、今ね、イヤホン持っちゃうんだよ、今日も一日頑張ったねしか書いてない、え、ばば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 、待って、56分あと4分でなんか書けないよ、どうしよう、待って、メールも明日、え、待って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 、でもさ、明日の朝絶対におはようメール長文になっていいね。朝から重いよで、チャットももうダメなんですよ。頭かゆくなってきた。え、待って。じゃあ待って。じゃあ、さすがに4分で今から切って書いて絶対無理。ありがとうしか書けない。じゃあ、ね、本当にごめん。ね、本当にごめん。ね、本当にごめん。もう、そうだよね。いや、先に、うわ、そうだよね。先にメールを書いておくべきだった。X も投稿しておくべきだった。いや本当にそう、ごめん、マジでごめん。じゃあ明日の朝メールに長文送るね。ごめん、
朝から激おもメール送ります。申し訳ない。おはようメール、激おもメールになります。多分すいません。はい、そして X もちょっと写真選別してからになるので、明日かな、ちょっと頑張ってみるけど、なんか明日になる気しかしない。ごめん。その代わり今ちょっとね、感謝を伝えられる分しっかり伝えたいと思います。ごめんね、本当にごめん。いやちゃんと、いや SNS ちゃんとちゃんとやりなさい私って感じですよね。いやでも本当にありがとう。そう、あとそう、さっき話したかったのが結局話すんかいって感じなんですけど、そう今日ねすごい嬉しかったのが、もともと普段の公演ではなんて言うんだろう、あ、この方推しの方だなって思ってた方とかが、なんか君なり T シャツいつの間にかゲットしてくださってて、今日着てきてくださる方が多くて、そうすごい、今日君なりめっちゃ、もう君なり目に優しいステージがありがとうございました。すごいね、目に優しい光景でしたよ。でも黄緑って自発光するんですよ。なんかすごいすごい目に入ってくる色で本当になんか、あー嬉しいって思いました。出てきた瞬間黄緑へって感じがしましたありがとうね。そう、あとね、ありがとう、嬉しい。あとペンライト演出もすごい、ありがとうございます。あの上下なんて前後ろ前後でね、黄緑と水色で分けてくださったりとか、あとは何より、あのマックスとかでの、あの16連めっちゃ感動した。あそこも泣くのこらえたよありがとう、本当に幸せ。その代わり今日は振り替えたよ、みんなと一緒にってやったそう、頭の中でみんなと一緒にって思ってて、こっちではあなたと一緒にって言わなきゃいけないじゃないですか。歌詞まで変えそうになりましたそう、もうこうやってわー、みんなありがとうって気持ちを込めて、確かに泣いてもよかったのか、なんかみんなと笑顔で迎えたいなっていう思いが大きすぎてありがとうね。あとなんかさっきコメントでいただいた、お花が長野県に由来してるんですか、長野県と関わりがある、それは初耳。あの今ね、いいかな、あ、ありがとう。今ね、いただいた安曇野のお花なの、え、そうなの、ありがとう、わ、ありがとう。ちょっと今ね、お水がちょっと抜けてきて、ちょっとここにある、よいしょ、あらー、これが安曇野のお花なんですか、なんていう子だろう、この子かな、スタフラの方かな、めっちゃ可愛い。このお花初めて見た、私多分初めて、すごい、みんなに見てほしい。やばい、ピントが合わないね、こんな感じ、すごい、あ、こんな感じ、めっちゃ可愛い。黄緑のこんなに綺麗なお花ってあるんだって思って、そう、私サイリウムカラーが黄緑と水色で、でも黄緑と水色のお花ってあんまり少ないんですよね水色はまだあるんですけど、黄緑のお花ってなかなかなくて、でもすごい、この子めっちゃ綺麗だなと思って、ありがとう。わさびこれわさびなの、この子わさびなのかわいい、ありがとうございます、本当に。あと
なんだっけ、スタ、フライヤーにさ、あの安住の紹介マップみたいなのを書いてた。あ、ありがとう。ありがとう。これ両親からもらった。ね、すごい。ね、これめっちゃ嬉しいんですけど。これ私が X で紹介したお店たちをまとめてくれたの。全部可愛かった。ありがとう。ねえ、嬉しい。ちょっとまた帰省した時にこの場所増やすね。イエーイ。スターオブスターオブ別レヘム。へえ、難しい。そうなんですね。そう、説明、このね、場所場所のこの説明文が、私投稿させていただいた文章、やっぱめっちゃお腹鳴った。そう、ありがとう、嬉しいね。あとはこちらね、安住野の水も滴るいい女。そして19歳おめでとうも、ありがとうございます。ちらり、そうそうそう、待って、わー、そう、工場も、待って、ここにもいっちゃん、こうちゃんがいるの。見て見て、これどっちがいっちゃんだ、どっちが、あ、こっちがいっちゃんだな、絶対こっちいっちゃんだ、こっちがいっちゃんじゃない、ちょっとあのこの口元が白い感じが、え、これこっちいっちゃんじゃない、こっちいっちゃんじゃない、これこうちゃんじゃない、え、どう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 、え、あとさ、ちなみになんだけどさ、あ、めっちゃ早口になっちゃった。そう、ちょうどこのめっちゃ素敵な絵のあの、なんでしたっけ、このふ、あの横断幕みたいな、横断幕で合ってんのかな、横断幕にも2種類ちゃんといました。2種類ちゃんといました。そう、なんか特徴捉えてくれてるよね、すごい。え、絶対こっちがいっちゃんで、こっちがこうちゃんじゃない、え、どう、合ってますか、横断幕だって、あ、よかった、すごい。ねえ、ありがとう。ね、しかもめっちゃ素敵、麦わら帽子もかぶってる私、ありがとう。ねえ、嬉しい、ありがとうね、たくさん企画も考えてくれて、ペンダイエット、あ、全力手拍子、え、思った、みんなすごい今日手拍子すごいしてくれると思って、ありがとう、めっちゃ届いた。そう、このちょうどこれも回るときにスカートと一緒にふわんってなってめっちゃ綺麗だった、ありがとうございます。いや、本当にみんな愛にあふれて最高に好き。うん。え、そう、工場がなんと、え、絶対に後で聞くね、あの早着替えで聞こえなくて、絶対に後で聞きます、必ず必ず後で聞くから。ありがとう。いや、本当に、いや、やばい、もう11時6分だって、そんな感じなんですけれど、工場も笑いあり涙ありなの、マジ超気になる。いや、本当にちょっと短くなっちゃって申し訳ない、ここからあとね2時間くらいは語りたいんですけど。ちょっとごめんね、本当に申し訳ない。しかもメールも遅れてないし、 X もなんか今日投稿できなさそうで本当に申し訳ない。いや、本当に改めて今回こうやって劇場に来てくださった皆さん、そして DMM で配信を見てくださった皆さん、そして残念ながら予定は合わなかったけどおめでとうっていう気持ちを持ってくださった皆さん、本当に本当にありがとうございました。いや、
すごい幸せ者だなって改めてしみじみ幸せがいっぱいです。本当にありがとうございます。すごい、またみんなに幸せにしてもらっちゃったまた恩返しができるように精一杯みんなに感謝と愛を伝えていきたいと思いますので、ぜひ受け取っていただけたら嬉しいです。そしてスピーチでちょっとね頑張って目標も言ったので、その目標も無事に達成していけるように私も頑張っていくので、ぜひ皆さんもこれからも変わらぬ応援をぜひぜひよろしくお願いします。頑張りたいと思います。そうだ、メンフェス言うのを忘れちゃってた。そう、そしてね、お昼公演、めっちゃ話戻るんですけどお昼公演で発表させていただいたオジアメンフェスのメンバーとしてサバ部として参加させていただきます。ラーメンもそばも盛り上げていけるように頑張りたいと思います。イエーイそしてまた改めてちょっと一人一人に連絡しようと思うんですけれども、出演してくださったメンバーの皆さん、そして3期のみんな、そしてリリカ、ナチュも進行と、そしてお手紙と、あとは他のメンバーもいろいろねたくさん準備してくれてありがとうございます。頭が上がらない。これからメンバーにもたくさん恩返しできるように頑張ります。ありがとうって感じです。もうありがとうしか出てこないけど本当にありがとうなんです。でもありがとうじゃ伝わらないくらいのありがとうがあるんです。難しい本当にね、どうやったらこの感謝が伝わるかが分からなさすぎて、そしたら最後にスクショタイムをして終わろうと思います。どうしようかな、ごめんね、もうお前がもうこんなで本当に申し訳ない。どうしよう、もっと可愛い姿でいなさいよって感じですよ。ちょっとこれは変か、なんかでも見せたいんだけどね。あ、こうしようか、あ、持ってればいいんだ。いきまーす。はい、チーズ。あ、タワー。待って、それはね、流れる前に見とかないと。お、チェリーモエナナグッドモーニングさん、タワーありがとうございます。チェケラッチョタワークマタワーありがとう、嬉しい。じゃあせっかくなので花束も持って、フライヤーも一緒に持とうかな。映る？よし、それでは行きます。はい、チーズ、イエーイ。映ってるかな。あ、松葉が持ちました今日もバッチリ上がってます、イエーイ。あ、今ウインクできた。今日ウインクできる日今日ウインクができる日ですね。あ、いい香り、ありがとう。素敵なお花ありがとうございます。それでは本当に短くなってしまって申し訳ないんですけれども、そろそろ壇上読みをしたいと思います。では13位からいきますね。13位、 U19 歳の1年もみんなで最高の1年にしようね。そう、ありがとうございます。12位、良平さんありがとうございます。11位、松葉さんさんありがとうございます。10位、ハイスノーさんさんさんでいい。生誕祭最高、杉本さんありがとうございます。9位、セッテンガーさんありがとうございます。8
8位マサ3333ありがとうございます。7位 B たけしさんありがとうございます。6位ぐっちさんありがとうございます。5位 D 山333でさんありがとうございます。4位チェリーもえ7グッドモーニングさんありがとうございます。3位ジュンハンさんありがとうございます。2位サット大塚さんありがとうございます。そして1位は三宅さんさんサンデーさんです。ありがとうございました。今日もたくさんのコメントとギフトとお星さんとそしてたくさんのタワーたちをありがとうございます。こここの子たちありがとうございます。そして改めて生誕祭本当に幸せな時間をありがとうございました。19歳の1年も皆さんといろんな、なんて言うんだろう、いろんな景色を、幸せな思い出を、そして楽しい時間を過ごしたいと思っているので、19歳の1年もぜひぜひよろしくお願いします。うん、ありがとうね。いや本当に嬉しい、幸せです。少しずつになっちゃうかもしれないけれど、もうちゃんと皆さんに恩返しができるように、皆さんのことこれからもめちゃくちゃ幸せにするので待っててね。みんなのこと幸せにするから、ぜひぜひ受け取ってくださいということで、ちょっと短くなっちゃうんですけど、この辺で失礼いたします今日も一日お疲れ様でした。ありがとうね。今日朝から晴れてて嬉しかった。あと今年はニキビないよつやつやお肌で迎えました。イエーイ。我慢した甲斐があった。おやすみなさい最後にする話絶対これじゃない今年はツヤツヤお肌です。おやすみなさいまたね。おやすみ、ありがとうね。バイバーイ。